中田健一、中田健一、中田健一、1982年5月11日隊は、福岡県北九州市八幡西区出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。福岡ソフトバンクホークス所属。妻は、フリーアナウンサーの角野幸。背番号は11。北九州市立 A の丸小学校では3年生から、父親が、コーチ。 監督を務めるチーム、A ノマルレッドライオンズでソフトボールを始めた。北九州市立沖田中学校では、公式野球の過密役ロビンスに所属し本格的に野球を始めた。高校は、地元の進む学校福岡県立や渡高等学校へ進学。0時間目からの授業や夏休みの補修等、進む学校特有の授業構成の中勉強との、 両立に苦しみながら練習を積んだ。三類試験控え投手だったが、2年や秋からエースとなった。3年春は県北部大会八強を、夏は県大会3回戦敗退と甲子園出場なし。高校3年時での最高球速は時速 130km 台後半だった。大学は公立の北九州私立大学へ進学。 野球の練習時間を確保するため経済学部経済、学科、夜間コースに在籍し、昼間に練習して午後6時から講義を受ける。大学2年春中にリーグの連続ベスト9を獲得した。3年時には、球速も時速 150km となり、9月に内転筋を痛めたのをきっかけに、後にマンツーマンで肉体改造を行う新日本製鉄。 八幡公式野球部のレーナーだった、宗広聖一と出会った。大学4年時は、九州六大学春季リーグで39年ぶり優勝し、全日本大学選手権大会に出場3チームによる優勝決定戦では、第1試合を9回完投し、勝利45部の休憩後、第2試合も延長11回完投採用なら勝ちし、310球を投げ抜いて、 リーグ制覇した。この時両親から渡されたお手製のお守りをポケットに入れてマウンドに立っていたという。また最多勝特別賞、リーグ通算300奪三振、ベストナイン、MVP を獲得した。全日本大学選手権大会では、総課題に勝ち、神宮初勝利。また同年は、日米大学野球選手権大会日本代表にも選出された。 周期リーグ戦では、クルメ大相手にノーヒットノーランを達成した。10月中旬に、部員の不祥事発覚により、ユニバーシアード記念九州大学野球選手権大会には出場できなかった。11月17日のドラフト会議で、中日ドラゴンズから2巡目指名を受けて、プロ入りする。本人も、中日以外の指名時は、社会時に進むことを明言していた。 背番号は20。開幕ローテーション入りし、開幕3戦目となる4月3日の対横浜戦に、プロ初登板初先発し、4回まで、相川良二のセンター犠牲フライのみの1、失点だったが、3点リードの5回西無双者から代打、万栄高氏に支球を与え連打で2点差、さらに満塁で、佐伯木高弘のタイムリーで同点とされ、後番、後続の鈴木義弘。 高橋里志文に走者を返され4回0、3を投げ6失点の逆負け。先発2試合目となる4月15日に名古屋ドームで行われた大阪神戦では8回まで4安打、無失点。その後9回に金本智明にツーランホームランを打たれて降板したが、プロ入り初勝利。5月12日の大西部戦で5回2点ビハインドから、リリーフとして初登板し、2イニングを無失点。 5月15日の対ソフトバンク戦では2番手で、リリーフ最長となる4インニングを無失点。5月22日の対ロッテ戦で、プロ最短の2回に、3で7失点交番、翌23日に2軍降格となった。この時点での防御率は6.25だった。5月29日のウエスタン対広島戦に先発し4インニングを投げた後、右足内転筋に違和感を覚え、 5月31日に右足内転筋の肉離れと診断された。8月4日のウエース単体広島戦に先発し4回、無失点、毎回の8奪三振。最小格した8月21日の対横浜戦で、先発し7回無失点で勝利した。この試合も含め先発6試合で6連勝し、ルーキーイヤーでの6連勝は、藤沢君也以来の球団体記録となった。 最小覚悟の7試合は、防御率1.78。新人王は、青木千親だったが、中日スポーツ制定の小流賞新人賞を受賞した。4月4日開幕第4戦の対横浜戦で、先発したが4回途中で降板し1試合で、先発ローテーションを外された。4月12日の大阪新戦で3点ビハインドから2番手で、当板し、 先発の走者はすべて返したが、自身は2回に3を無失点で、4月18日から、再び先発へ戻った。4月30日の退巨人戦でプロ初の中4日で、先発し3回1、3を6失点、5月3日に、右手中指の爪割れと右足内転筋痛で、出場選手登録を抹消された。一軍復帰した7月8日。 長良川球場で行われた対横浜戦で7回7点リードから3イニングを5奪三振無失点でプロ初セーブを記録た。7月16日から再び先発ローテーションへ復帰、8月15日に1試合ロングリリーフでの当番、敗戦があったがシーズン終了までローテーションを守った。秋田県立の球場で行われた9月12日の対巨人戦では プロイリアと初の関東勝利。QS 率64.7%で7勝4敗。日本シリーズでは10月25日第4戦で、初先発し、4回1失点で、敗戦投手となる。シーズン終了後、中里厚志らと共に、ドミニカ共和国のウィンターリーグへ参加し、1試合に、先発し3回1、3を投げ3失点、防御率8.10。 春は2月23日の紅白戦を最後に、父の看病、葬儀などで戦列を離れ、3月5日から練習を再開した。4月1日の開幕第3戦からローテーション入りし、先発で3連勝した。しかし続く4月22日のイヤクルト戦では、自己アーストとなる10失点。変化球の請求に苦しみ、予し球が重み、6月10日、 以降1ヶ月以上勝ち星がつかない時期が続いた。7月18日の対ヤクルト戦では6回1点リードの場面から9円登板し2イニングを無失点に抑えてプロ入り初ホールドを記録した。オールスターゲームに監督推薦選手として選出され、7月21日、第2戦に2番手として初出場し1失点、2イニングで3奪三振。 8月19日の対横浜戦で先発し、プロ入り初となる2桁勝利を達成した。シーズン終盤まで、内海哲也、巨人と脱三振を争いとなり、トップと11個差で迎えたシーズン最終当番の10月6日のヤクルト戦で、5回までで8脱三振だったが、CS へ向けての他投手の調整当番のため5回終了後に、交番始発のタイトル獲得を逃す。 同年は一度も出場選手登録を抹消されず、自身がシーズン前に掲げた2桁勝利と1年間一軍という目標を、全市、チームトップ、リーグ2位体の14勝を記録した一方、吉久、冒頭数がリーグサイトとなる。また、脱三振率は9.35でリーグトップとなり、規定投球回数をクリアした投手の中では、 中日球団上初めてとなる脱三審率9.00以上を達成した。CS 第一ステージでは10月14日、第二戦で先発して、半審打線を1失点に抑え CS 初勝利。第二ステージでは10月20日第三戦に先発して7回、2、3を11脱三審で離し、2試合ともに自身の勝利でステージ突破を決める。日本シリーズでは十月二十八日、 第2戦に先発し、8回を3安外1失点で、日本シリーズ初勝利、チームは日本一となる。アジアシリーズでは11月8日、第1戦となる、SKY バーンズ戦に先発したが、新井良太、森野正彦の失策、谷重元信の保一と味方の水が絡み6回3失点で敗戦投手となった。3月31日に、 北京五輪日本代表第一次候補選手に選出された。リーグ戦では3月30日に一軍登録され、4月1日開幕第4戦からローテーション入りした。4月22日に名古屋ドームで行われた大阪新戦で9イニングを5アンダム失点でプロ入り初完封勝利。6月22日の交流戦対ロッテ戦では1回、2、3を合失点で、 プロサイタンの交番を更新した。2試合連続 KO で7月2日に2軍に降格。7月19日に再昇格すると、7月20日の大阪新戦では4回から2番手として登板し、リリーフとしては自己最長の5イニングを投げ、9回には3失点した。ものの1ヶ月ぶりの勝利を手にした。7月26日から先発へ戻ったが、8月25日の対読売戦で、 守備の際に転倒して、左膝を痛めて、8月27日に登録を、抹消され、9月19日に一軍へ復帰する。CS 第一ステージでは10月19日、第二戦で三番手として二点ビハインドの6回から、登板したが、先頭の鳥谷隆史に、ソロ本塁打を打たれ、満塁にして、赤星の理ヒに、押し出し支給を与えたところで降板。 ギダの1アウトしか取れず3アンダ2支球に冒頭3失点でチームは敗戦した。投球フォームに悩み入団後初めて壁に突き当たるシーズンとなった。開幕5戦目の4月8日にタイヤクルト戦で先発したが5回に6失点で降板、翌日4月9日に2軍降格となった。7月1日に昇格し、最後までローテーションを守った。 8月23日の対横浜戦では488日ぶりに完封勝利。CS 第一ステージでは10月19日第3戦に先発し、5回1失点で第二ステージ突破を決め、第二ステージは10月24日第4戦に先発し、谷義友に満塁本塁打を打たれるなど2回0、3で7失点で敗戦投手となり日本シリーズ進出は叶わなかった。 同性の中田良二が入団したため、スコアボードは中田から中田県になった。2月のキャンプ中に右前腕を痛め別メニュー調整となり、開幕1軍から漏れた。5月4日に1軍へ昇格し、5月7日の対ヤクルト戦で先発して8回1失点と高騰し、先発ローテーション入りした。7月17日の対広島戦で完封勝利、これにより山井大輔 中田、チェンウェインの球団初の同一カード3連続、関東完封勝利を達成した。オールスター期間を挟むため7月19日に一旦抹消され、7月28日に最小格し、8月8日の大阪新戦で再び完封勝利を挙げ、その後もローテーションを守った。規定投球回には届かなかったものの4関東に完封で7勝4敗。 防御率 2.90CS では、登板機会がなかった。日本シリーズでは11月4日、第5戦に先発したが、初回から5連打と、ロッテ打線の猛攻を受け敗戦。4月13日開幕第2戦から、先発ローテーションに入り、同日の対横浜戦は5失点しながら、勝利投手になったが、その後に連敗し、4月30日に2軍降格となった。 6月4日に一軍へ昇格、同日のセパ交流戦、対西部戦では8回1失点と高等したが、続かず、6月19日のセパ交流戦、対オリックスバファローズ戦では10回延長同点の場面で4番手として、リリー起用され1イニングを無失点に抑えて、小池正明のさよなら本部以により2勝目を挙げたが、その試合を最後に6月25日に、 右肩2により1軍登録を抹消され、そのままシーズンを終えた。10月30日に宮崎フェニックスリーグ最終戦となるタイヤクルト戦で約4ヶ月ぶりに実戦復帰し、4番手で1イニングを無失点に抑えた。同年はわずか6登板と、プロ入り以来最低の登板数に終わった。開幕第4戦の4月4日、対横浜戦からローテーション入りした。 開幕から6月13日までの先発11試合の成績は、q s 率100%、防御率2.00、予死率0.64、ホイップ0.90。しかし交流戦5月16日からの7試合は、味方の援護がすべて1点以下、合計でもわずか3点で0勝6敗。6月23日の対広島戦を境に調子を崩し、 7月7日の対横浜戦で5回4失点で、連敗は止めたが、7月19日に2軍降格となった。8月16日に1軍へ昇格、再びローテーションに戻ったが9月13日の対横浜戦5回5失点し、9月14日に再び2軍へ降格。9月30日に再昇格して、同日の対横浜戦で7勝目を挙げ、10月5日は、 CS への調整で2イニングの登板だったが1、失点し、敗戦投手となった。CS ファーストステージは、第1戦に先発して5回無失点で、勝利投手となった。しかし、試合後に、右肩の違和感を訴え、MRI 検査の結果、右肩関節炎のため出場選手登録を抹消され、ファイナルステージへの出場はかなわなかった。 3月30日開幕第2戦で、救援当番し2回を無失点に抑え、中4日で開幕第5戦から、先発ローテーションに入り、4月29日の巨人戦で8回、4失点でシーズン初勝利、5月5日の横浜戦から中継へ、配置転換された。以降1、2点リード及び同点で投げるリリーフとして、チームを支え、 7月17日までの28試合で3勝2敗15ホールド。7月31日から再び先発へ戻るが、同日からの6試合で、援護1以下の試合が5試合で0勝4敗。9月15日に試合前のフリー打撃中に打球を胸に当てて先発を回避し、9月19日に球団は左台に肋骨の胸骨付着部骨折と発表し、 出場選手登録を抹消した。同年はそのままシーズンを終えた。最終的に先発11試合で1勝4敗、防御率3.80、リリーフ29試合で、防御率2.65、ホイップ1.26、シーズン終了後の11月6日、国内 FA 宣言時、出身地の地元球団である、ソフトバンクへ移籍。12月7日に、同じく FA で、 ホークスへ移籍した鶴岡晋也と共に入団会見を行った。年俸は2017年シーズンまでの4年契約のベース変動制7レーンプラス出来高金額は推定。背番号は11。3月29日開幕第2戦から先発ローテーション入りし、同日の対ロッテ戦で移籍後初勝利、本拠地福岡や福岡、ドーム初勝利を挙げ、 その後も開幕から5戦5勝を記録した。5月3日の対東北楽天ゴールデンイーグルス。戦では戦投球回を達成。5月は5月31日の対ヤクルト戦で、自己ワーストタイとなる10失点。自責10する試合があり0勝3敗と低迷したが、6月以降は復調し、8月23日の対千葉ロッテ戦では、移籍後初の関東勝利を挙げ、1年を通して、 先発ローテーションの一角を守り、防御率4点台ながら、チームトップタイの11勝を挙げて、自身2度目の2勝利を達成した。CS ファイナルステージでは10月18日第4戦に、先発し、2回に3連続支球があったものの粘りの、投球で5回を2失点にまとめて、勝利投手となった。日本シリーズでは10月29日第4戦に、先発し、 初回と3回に2度3連続支給と苦しみ、同点とされた3回で降板となった。シーズンオフの12月16日の契約交渉では2、500万円増の年俸給500万円プラス出来高、金額は推定で公開した。3月29日の対ロッテ戦で敗戦投手に4月5日の対埼玉西武ライオンズ戦では完投するも2敗目を喫し、 同月6日に一軍登録抹消されるなど、順調な開幕スタートとはならなかったが、一軍再登録された4月17日に、QVC マディンフィールドで行われた、対ロッテ戦において、先奪三振と、今季初勝利を挙げると、5月27日の瀬パ交流戦において、古巣である中日から、今季初関東勝利を挙げるなど復調し、 チームで2番目に多い投球回数である155回、1、3を投げ、先発ローテーションを守り、チームのリーグに連覇に貢献した。10月16日に、福岡や福岡、ドームで行われた、クライマックスシリーズファイナルステージ第3戦に、先発登板し、7回途中4安打1失点の、高頭で、クライマックスシリーズ歴代最多の6勝目を挙げ、 日本シリーズ進出を果たした。シーズンオフの12月18日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸給500万円プラス出来高、金額は推定でサインした。2月中旬に右前腕を痛めた影響で開幕に間に合わず、ようやく4月29日に今季初登板となった。 今季初勝利も6月2日のセパ交流戦の対、中日戦と遅れ、成績は17試合に登板し、89回に3を投げ7勝3敗に止まり、3年連続の20試合以上、先発登板、投球回数100イニング以上はならなかった。シーズンオフの12月13日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で、契約公開交渉に臨み、 複数年契約の最終年となる来シーズンを現状維持の年俸級、500万円プラス出来高金額は推定で公開した。4月1日のロッテ戦、福岡や福岡、ドームで初先発を初勝利で飾り順調な開幕スタートを切った。6月8日に行われたヤクルト戦までは先発ローテーションの一角を担っていたが、6月15日の巨人戦、 7月23日の対ロッテ戦と5回を持たずに降板し、登板機会を失う。約1ヶ月ぶりの先発登板となった8月24日の対西部戦において、7回を悲嘆だ後、一失点の高騰を見せ、前述のヤクルト戦より77日ぶりの勝ち星を挙げる。10月1日の対オリックス戦においては、ポストシーズンを見据えての中継ぎ投手として登板し、 勝ち星を挙げる。11月2日に行われた日本シリーズ第5戦では中継ぎ投手としてブルペン入りしたが登板機会はなかった。今季は18試合に登板し86回に3を投げ7勝6敗と前年同様の成績だった。シーズンオフの12月23日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、1、 レイエンダウンの単年契約、年俸8、500万円、金額は、推定でサインした。オーバースローから、平均球速約時速 143km、最速時速 153km のストレートと、決め球としている落差の大きいフォークボール、そして、スライダー、カーブ、カットボールを武器にする。アマチュア時代の持ち球チェンジアップは、 中日時代のキャンプから何度か挑戦しているが、納得のいく球が投げられず断念している。スタミナがあり、2007年9月16日の大阪新戦で自己最速の時速1 5 3トルを8回の128球目に記録するほどである。学生の時から長距離走が得意で、2005年中日周期キャンプでは、投手陣で行った4キロ走を15分29秒の タイムで2位に1分以上の差をつけての1位となった。キャンプ最終日に行われた球場からホテルまでの 17km 走でもダントツでゴールした。中日のホームグラウンドである名古屋ドームで滅う強く、ルーキーイヤーの2005年4月15日の大阪新戦でのプロ初勝利から2007年6月24日の大ソフトバンク戦で敗れるまで足掛け3年で、 名古屋ドーム13連勝を記録した中日時代の全球シーズンの名古屋ドームでの通算成績は36勝10敗。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。